ウクライナ南部ザポリージャ州メリトポリの市長で現在は同市を離れているフェドロフ市長が4月4日、メリトポリ市を占領しているロシア軍が同市の周辺に地雷などを埋設して防御陣地を構築して防衛力を強化していると述べたんだって。これに対して、アメリカのニューヨークタイムズ紙が、ロシア軍がウクライナ軍の反転攻勢に備えるために占領地の要塞化を進めているとしてこの投稿を取り上げて指摘しているぜ。地雷ってあんまり良いイメージないよね。きちんと設置場所を把握しているならいいけど、そうじゃないなら戦後の被害が予想されるから。さて今回はそんなロシアが、ウクライナ南部の占領地の要塞化を進めていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。フェドロフ氏はテレグラムへの投稿においてロシア軍がメリトポリ市の周辺に多数の地雷を埋設しているため、市民が危険にさらされているとして、市民に対して注意喚起をしたものとみられているよ。メリトポリ氏は、ザポリージャ州において州都ザポリージャ方面からアゾフ海やクリミア半島につながる交通の要衝で、ヘルソン州南部やクリミア半島に展開しているロシア軍に対するドネツク州やロシア本土からの補給ルート上の要衝であり、ロシア軍がこの拠点を失った場合にはクリミア半島への補給ルートが、ロシアのグラスノダール地方とクリミア半島東端のケルチ海峡に架かるクリミア大橋だけとなるため、ロシア軍が防御体制を固めているんだ。アメリカのワシントンポスト紙の電子版では3日、アメリカの宇宙技術企業であるマクサーテクノロジーズ社が提供した衛星写真を分析した結果として、4月ないしは5月に予想されているウクライナの反転攻勢を前にして、ロシア軍がクリミア半島において複数の長距離の塹壕が掘られており、防衛陣地の構築が急速に強化されていると指摘したね。ロシア軍がウクライナの占領地において様々な防御陣地を構築していることが伝えられているが、古典的で簡単に構築可能な塹壕の他に硫の葉呼ばれるコンクリート製の対戦車用防御障害物を、東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州、南部のヘルソン州とザポリージャ州のアゾフ海沿岸にあるマリウポリの周辺になどに、設置していることが確認されたとする分析結果をイギリス国防省が発表しており、その後メリトポリの周辺などにも設置されているとの情報があるぜ。この硫の葉とは、無限軌道であるキャタピラーによって道路以外の不整地でも、移動が可能な戦車の進撃を食い止めるために考え出された、シンプルかつ効果的な障害物だな。第一次世界大戦において登場した戦車は、分厚い装甲と強力な火砲を備えているだけでなく道路以外の不整地でも移動できる戦闘車両として、第二次世界大戦では地上戦における主力兵器となっていたからね。世界では防御する立場からすると厄介な兵器である戦車の突進をいかに食い止めるか、対戦車兵器の開発を進め、また戦車もこれに対応する形で性能の強化が進められたんだけど、重火砲を搭載した装甲車両をキャタピラーで動かすという戦車の基本構造には変化がなかったんだ。そのため、戦車は普通の四輪車両が通れない荒れ地でも移動が可能である反面、キャタピラーの長さより幅のある川や塹壕などを乗り越えられないことはその登場時から変わることがなかったってわけ。硫の葉はこうした戦車の弱点をついて開発された人工障害物ってことだね。硫の葉には様々な形状素材配置展開があるんだけど、最も一般的に見られるのは鉄筋コンクリートなどで作られたピラミッド状の四角錐の障害物ブロックが密に並べられたもので、戦車がこの障害物を乗り越えようとする際、底部が障害物の先端部に乗り上げてしまいキャタピラーが地面から浮き上がって空回りするため動けなくなる仕組みになっているよ。硫の葉という名称で呼ばれるようになったのは、戦車が突進してくる方向に縦にブロックが4列ないし5列ほど並べられ、さらにそれが長い距離にわたって横に並ぶように配置された様子が、硫が口を開けた時の歯並びのように見えるためだな。一般的に硫の葉は複数の列で構成され、戦車が突進してくる方から徐々に高くされて戦車が進めないように設計されていて、さらに戦車が衝突したり乗り上げたりした際に倒れたり移動してしまったりすることを防ぐため、地面に1メートルから2メートルほどの穴を掘って埋められているコンクリート製の土台に固定されていることが多いぜ。
竜の歯は設置するだけの消極的な防御手段であるため、第一次大戦のドイツのジークフリート戦やフランスのマジノ戦といった強大な防御戦の近くに砂防的に配置されたり、町や軍事施設といった戦略的要所を守る重要な位置に配置されたりすることが多く、第二次世界大戦中にフランスを降伏させたドイツ軍の上陸が懸念されていた。イギリスがドーバー海峡沿岸の地域を中心に広く設置されたなどの例があるよ。そして竜の歯はただ単に戦車の進撃を止めるための障害物ではなく、それを避けた戦車を迎撃しやすい地点まで誘導するための障害物でもあり、進撃方向に竜の歯を発見した戦車は、そのまま進めば乗り上げてしまうため竜の歯に対して平行に移動しながらその切れ目を探すことになるんだ。そのことから防御側では、歩兵部隊が防御しにくい地点に竜の歯を構築して敵戦車を迂回させ、対戦車ミサイルなどによる攻撃が可能な地点に切れ目を設けてキルゾーンとして、そこに敵戦車部隊を誘い込んで迎撃し壊滅するといった積極的防御にも重要な障害物として設置されるよ。このキルゾーンには戦車地雷が埋設されることが多く、地雷を踏んだ戦車が格座することでキルゾーンの中で動きが取れなくなって停止している戦車部隊は、周囲に多数構築されたトーチカやバンカーなどから対戦車砲や対戦車ミサイルの十字砲火を浴びせられることとなるぜ。攻撃側としてはキルゾーンに追い込まれることを避けるには、竜の歯を破壊して突破するしか方法がないのであるが、工兵などがその作業をしている間に攻撃を受ければ大きな損害を受けることになるため、現実的には難しいな。このように竜の歯は簡単に構築できることに加え、構築してしまえば強固な防衛線となるため現在でも戦車の足止めに有効とされているんだけど、いかに構築が簡単とは言っても数十キロメートル、数百キロメートルにわたっての構築には膨大な時間と労力を必要とするんだ。また、都市などを防衛するために構築する際には、都市を防衛する自分への補給用通路を確保しておかなければならず、敵が大きく迂回してその補給路を攻撃されるような事態となれば、自分たちが構築した竜の歯によって退却することが不可能となり降伏するより他なくなってしまうってわけ。ウクライナ軍の反攻によってメリトポリ攻防戦が発生した場合においてもこのような戦況となる可能性はあり、ウクライナ軍としては衛星画像などからメリトポリを中心とするザポリージャ州におけるロシア軍が構築した竜の歯や塹壕、そして地雷原などの配置を正確に把握した上で攻撃することが大切となるね。その犯行がいつになるか様々な見方が出ている中で、4月4日にアメリカ国防省がウクライナ支援パッケージの最新版を公表したよ。そのリストにはウクライナが望んでいる高機動ロケット砲システムハイマースなどの、ジーマース誘導ロケット弾による多連装ロケット砲システム用のロケット弾や榴弾砲弾などの他に、多数の戦車回収車と10燃料給油車が含まれているみたいだな。10燃料給油車ヘビーフューエルタンカーズとは、巨大なタイヤを履いているため多少の悪路においても走破性が高く戦車などと共に行動が可能な燃料給油車のことで、この車両が69両供与されるとのことからウクライナ軍においては、西側諸国から提供される新しい機械化部隊機構部隊の編成がほぼ終わり、最前線に投入できる体制が整いつつあると見られていて、ウクライナ軍の大反攻が、1000km 以上の戦線のいずれから開始されるのか、国際社会の注目を集めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。